こんにちは、アニマルタイガです。はい、ということでですね、今回なんですけども、オオトカゲに餌あげやっていきたいと思います。イエイ。今回あげていく餌がですね、こちら、じゃじゃーん、アジでございます。こちらね、近くのスーパーで買ってきました。アジ3匹ですね。今日はこれをセン君、ハンちゃん、ケニちゃんのね、オオトカゲ3匹にあげていきたいと思います。ちょうどね、3本用意したので1本ずつあげたいと思うんですけど、このサイズ飲めるかな、なんか微妙なラインな気がするんですよね。食べれるか食べれないかで、ちょっと触ってたらここ硬いですね。この側面のところが、ここが尖ってて硬いので、セン君とケニーちゃんは丸々1本あげようと思うんですけど、少し尖ってるところはまあこのまんまね、まっすぐ顔から飲んじゃえば別にどこも問題ないんですけど、まあちょっとここはトゲトゲしてるので切りますか。ハンちゃんはおそらく食べれないと思うので、さばいてねあげていきたいと思います。一応冷凍を何日間かしてあって、で内臓の方もね取った形になります。ちょっと残ってるのこれ取っとこうか。これ脂肪だ、これ脂肪か。これじゃあ2本はそのままだけど、ちょっとだけこの辺だけ剥ぎますか。よいしょ、逆からかな。まあでも正面からね、なんだろう、普通にさツルツルって飲んでくれたら、この辺も別に喉のね限界幅で当たるわけじゃないから大丈夫だと思うんだけど、一応取っときます。これだけ、ここはちょっと邪魔なので、よいしょ、よし、取れました。反対側も同じ感じで、これがすごい鋭いね、この部分が硬いですね。よし、これはセン君用で OK。 もし万が一尻尾から行くようならやめさせるようにしないといけないね。取れました、これが取れましたので、この2匹はそのままあげます。それじゃあ、こちらのねアジさんもさばいていきたいと思いますけど、まずは一旦ここ同じように取っちゃいますか。そしたら、じゃあこれを何枚かにおろしていきたいと思います。よし、いきます、せーの、よいしょ、ドリャッ、バスン、ドリャッ、ズガガガ、ザシャン、ズシュ、バスン。はい、ということでですね、綺麗に1,2,3,4,5,6,7,8,9,10枚おろしにできました。まあ、この辺ちょっと尖ってのだけ外しちゃって、このまんまこちらね、アジさんあげていきます。頭は食べれるかわかんないので、そこはね見ながらにします。じゃああげていきましょう。よーし、みんな持ってきましたよー。アジさん持ってきたからね、食べようね。よし、まずはケニーちゃんから食べてもらおうと思います。よいしょ、そしたらよいしょ。さあどうだ、食べれるかな。こっから、じっくり見ていきたいと思いますけど、ちょっとよっ、縦体高がでかいかもしんないね。頑張って食べてもらいましょう。ちょっと持って出てきそうだったんで閉めちゃいました。中で食べてほしいところです。あら、離しちゃった、離しちゃいましたね。食べるかな。あれ、やめた、やめたの、食べないかな。うわ、やめたっぽいな。全然いかないですね、全然食べない。へえ、あ、そう、そうか、ちょっと悲しいけど。で、上のセン君に次あげてみますね。よし、セン君、はい、よいしょ、限界まで開いてるよ。ああ、押し込んだ、
押し込んだ押し込んだ、綺麗に押しました。うわ頑張れ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 、もう押してあげるか、よいしょすげえ。セクすごいじゃん、頑張れ頑張れ。結構ギリギリだったね、本当に。対抗がすごいね、対抗がちょっとありましたね、思ったよりうわーすごいすごいすごい、頑張れ頑張れ。そっから飲めるかな。でもすごいね、何のためらいもなくセン君が行って頑張って飲んでますね。あれだけ好き嫌い多かった子が本当に何でも食べるようになって嬉しいし、かっこいいし、感動しますね、これは。この食いっぷりはなんか若かりし頃の本当天君を見ているようで、これはなんか感動的ですね。まあ、ケニーちゃんがね、そこ向いちゃった分より、うわー素晴らしい、いいよ頑張れ。あ、ちょっとすごいもんね、顎がめちゃめちゃ開いてるもんね、横にも縦にもね、まあ、縦より横か今回は。ほらぐわーって広がってるね。ほんでもうあれ、おお、いっちゃいましたね。まあそこの部分ちょっと切っといてよかったね、やっぱ。うん、口とか喉とかね、怪我しちゃうかもしんなかったから、こう最後の飲み込む時にくねくねするからね。うん、お、飲み込めたっぽいですね。まあ、ちょっと2匹あの長さのものをあげるとやっぱりちょっと怖いなっていうのがあるんで、胃袋の中でどうなっちゃうんだろうっていうのがあるんで、まあ1匹でやめにしようかなと思います。そしたらですね、ケニーちゃんがまだ食べてないんですけど、もしかしたら切り身だったらね食べるかもしんないから、ちょっと切り身をあげてみます。見せてみましょう。さ、切り身食べてくれるようなら、切り身もいらんか、いるのかな。食べるか。あ、食べた食べた食べてくれた。切り身あげちゃおうか。で、そっちの残った下にあるでっかいのも切ってからハンちゃんにあげようか。やっぱ食べれないと思ったのかな。まあでもセン君がいけたから食べれないってことはないだろうけど、無理したくなかったのかね無理して食うもんじゃねえよって感じだったから。うん、食べるもんね、全然食べる感じですもんね。切り身の方が美味しいのかな、プリプリで。いい味ですね、この身の色が綺麗。プルプルプル、あ、でもそんなにやっぱ乗り気じゃないかな、乗り気じゃないみたいですね。ちょっとじゃあ他の子たちにあげていきますか。切り身もセン君にあげてみようか。もういいね、セン君いいね、いいね、食べ盛りだからか。よいしょ、いいっすね。今うちで一番食べてくれる子かもね。よし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 、いいじゃないの。いいですよ、センくん。これ正面が可愛いからね、センくん。よいしょ。すごいよ、センくん。感動するよ。よいしょ。いいですね、食べてくれて。ほら、頭、あー、ちょっと、よいしょ。よーし、もう逆から行くか。頭なら大丈夫だけど、
からのがいいんじゃない。おお、すごいすごい。ガボーっと飲んでいきましたね。よし、じゃあこれちょっとまた10枚におろしていきたいと思います。はい、ということですね、またおろしてきました。これじゃあハンちゃんにあげたいと思います。よし、食べるかな。ま、食べると思うけど、こんだけ食欲ありそうな反応してるんで。あれ、よいしょ。おお、いいね。何のためらいもなく行きましたね。あれ、はい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 、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あれ、よいしょ。すごいな、ペロペロペロって食べるのが気持ちいいよね、本当に。ペロペロペロって言っちゃうからね。ふりふり、あ、はんちゃんも食欲すごいわ。卵がね、ないって分かってからちょっと減らしてたんで、あげるペースとかは。お腹空いてたね。すごいわ。やっぱ食べるな、こんだけ食べるとやっぱ勘違いしちゃうね。あれは俺は悪くないよね、あの勘違いは俺は悪くない。はいはい、よいしょ。えらいね、ちゃんとこう食べてほしい方向から言ってくれるから。あー、出てきましたね。せんくんでかいね、やっぱせんくんでかいわ。兄ちゃん超えてったかな。成長が嬉しいね。はい、せんくんごちそうさまでした。ピピーじゃないでしょ。はい、ということで今回はですね、水オオトカゲのセン君、ハンちゃん、ケニちゃんにアジをあげてみました。ちょっとね、ここ最近では見られなかった好き嫌いがね、見られたんじゃないかなと思います。もうセン君がね、あんなにがっついて食べてくれるとは思わなかったので、ね、すごく嬉しかったですね。一本丸飲みが見れて非常に良かったです。ということで今回の動画はこれで終わっていきたいと思います。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。